こんにちは、松田です。今日はリターンをやるんですが、リターンの時にこうその場でねスプリットステップをしてボールを打つということをやると思うんですけれども、このスプリットステップからボールを打つっていう時にできるだけ、ボールに近づいていくっていうことをやると、リターンのタイミングっていうのは早くすることができます。そうすると強打をしなくてもボールを打てるようになってくるので、スプリットステップをしてボールを待ってて強く打つではなくて、スプリットステップから斜め前にボールを取りに行くっていうことですね。スプリットステップをして斜め前にボールを取りに行く、スプリットステップでその場で待ってて打つよりも前に取りに行くっていうことができると、よりリターンになると思います。あまりねボール来るのを待ってしまうと、やっぱり相手に時間を与えてしまうので、余裕がある自分が前に行けるボールに関して、特にセカンドサーブですね、セカンドサーブのリターンの時にはスプリットから斜め前に自分が取りに行くということをやってみてください。リターンで攻めれる時には攻めた方がいいです。まあファーストサーブのリターンなんかはね、結構いいサーブが入ってくるときにはこう返すというところが前提になるんですが、セカンドサーブある程度タイミングが慣れてきたり、自分がポイントでチャンス攻撃できるタイミングポイントの時には、スプリットステップから特にね前に取りに行くっていうことを意識してみてください。ここから斜め前ですね、着地したところから斜め前、フォアもバックも斜め前にボールを取りに行くということをやってみましょう。さらに、やりやすいのはスプリットステップもですね、スプリットステップも前に入って取りに行くと、その場でジャンプで前っていうよりも、スプリットステップ自体前にジャンプをして前に取りに行く、こういう動きが入るとさらにいいと思います。そしてね、こう打つタイミングとしては、やっぱりこのフォアハンドだと右足を前に出して待ってる、この状態から打って前着地ですね。でバックハンドは着地、今度は左足ですね、斜め前左足で最後の一歩を外だったり前だったりっていう風に、移動できるようにね、最後の一歩を取った状態で構えられるといいと思います。フォアハンド右足、これを外へ行く、前に行く、あとはここからもしバウンドをキックなんかしてこう避ける場合はこっちへ避けられるようにね、これが前は前でもこういうふうにもう待ってしまうと次に調節ができなくなってしまうので、斜め前に突っ込んでいってるだけですよね。こっちだと調整ができないので、斜め前に行っても一歩、斜め前に行っても一歩、最後の一歩を取っとく、残した状態で待ってて打ちに行くっていうことができるといいと思います。